さあ政党の上谷総平ですすよろししくお願いします2022年1月に導入されたガソリン補助ですけれども、石油の元売り会社に補助金を支給することで、卸売価格を抑制し、ガソリンスタンドでの店頭価格を抑える仕組みで、今年の9月末に期限を迎える予定でしたが、来春まで延長されるということになっています。しかし、11月7日に公表された会計検査院の令和4年度決算検査報告によると、支給相当額が高利価格に反映されていない可能性があるということです。 報告書では、14か月間での補助金の総額は1兆2773億円だったのに対し、抑制された金額は1兆2671億円で、約101億円がガソリンスタンドの利益に回った可能性があるということです。まあ、実際に調べると、石油の戻り会社のは、前年比の2倍ぐらいの利益を上げているので、まあ、そうではないかなというふうに推測されるわけですね。 でまた資源エネルギー庁は62億円かけて、ガソリンスタンドの価格モニタリング業務もやっているようですが、当庁はモニタリング以外にも元々です、ね、もともと約2000点を中止した市場調査というものも毎週行っていたそうで、これ、二重の調査になって無駄じゃないかというふうな指摘もありました。こういったこと、まあ、一つの例なんですけれども、こういった、ね、非効率で無駄なことしなくても、このガソリンに関しては、トリガー条項とかを発動させてです、ね、57分の1リットル当たりの25.1円です、ね、をえ減税すれば、こういったです、ね、不正 というか不効率なことは起こりませんし、無駄なチェックも必要なくなるんではないかというふうに思います。どうして政府はです、ね、こういった簡単にできる減税を避けて、集めて給付、集めて給付ということをするのか、期間を決めて減税するとか、消費税減税するといったことの方が、公正で労力もかからず、国民がものすごくです、ね、あの喜ぶと思うんですけれども、なぜこういった簡単にできる減税をせずに、集めて配ると。 ということに終始するのか、大臣の所見をお聞きしたいと思いますあのトリガー条項の発動についてでありますけれども、この検討の経過を申し上げますと、昨年4月、自民党、公明党、国民民主党によります3党検討チームにおいて、検討が行われました。その中でで油油油税等ががかかってていいいいなない重油油について対応することができない 発動終了時の大幅な価格変動によりまして、流通や販売の現場に与える影響が大きい、ガソリンスタンドと元売りの顧客対応を含めた事務負担が大きいなどの課題が存在をし、発動に際して解決するための具体的な方策について、結論を見出すには至っていないと。 そのように承知をいたしておりますこのため、政府といたしましては、燃料油の激変緩和事業による対応を行うこととしておりますが、この事業を実施することによりまして、トリガー状況によって引き下げの対象となるガソリンや軽油だけではなしに、重油や た灯油など幅広い油種の価格を引き下げているほか、足元ではその引き下げ幅もトリガー条項を発動した場合よりも大きくなっているなど、トリガー条項を発動した場合よりも、 柔軟な対応ができてていると考えておりますその上で、減税より給付を選択する理由ということでありますが、まあ、一般論として、さまざまな生活課題に対して、給付と税制のどちらで対応すべきかという点につきましては、まあ、双方の特性を踏まえながら、適切な政策手段を検討することが重要であると、そのように考えているところであります。上谷委員、はい あのお答え、ちょっとあの納得がいくものではなかったんですけど、まあ、先ほどお隣の小池議員もおっしゃいましたけれども、やっぱりね、適切にとおっしゃるんですけど、時間もかかりますし、無駄なこともあの事務作業も生まれてくるんですね、でコロナのとき、まあ、これ、今回、ガソリンの一つの例として挙げさせていただいたんですが、コロナで経済が停滞したとき、ね、諸外国、やっぱり減税を結構いろんな分野でやったんですね。 日本はやっぱり減税はせずに、消費税減税などせずに、6700億円ぐらい経費をかけて、28兆円を配ったと。 いうこととでですししあと経済止まるので中小企業支援しなきゃって先ほど皆さんおっしゃってたゼロゼロ融資というものもやりましたとでもやるとやっぱりだから公平性という意味で考えてね返す人もいるけど返せない人もいるとなのでやっぱりそれねもらい得の人も出てきちゃうまあ倒産とかされたら仕方ないんですけども公平性というところで考えればやはりですねあの消費税の減税などをするということがですね一番公平で時間もかからなくて 分かりやすいとでそれで,です、ね、よく社会保障費が社会保障費がおっしゃるんですけど、社会保障費、この間おっしゃってましたけど、足りてないんで、結局どっかから国債で持ってくるということですから、直接消費税だけで社会保障費を賄えてないわけですから、あの消費税のところをかた、ね、くなに下げないというふうに言ってもね、それはもう、小学生でも高校生でもおかしいと思うと思うんですよね。 のでそこのところで国民はやはりです、ね、納得はいっていないと、やはり減税を政府が訴えていただいているということはいい方向だと思うんですけれども、その手法とかです、ね、名目ですね、消費税としてもです、ね、下げないというところにです、ね、国民不満を感じていると思うので、そこにです、ね、もう一度、もう一度です、ね、あの財務省の皆さんと話し合いしていただいて、事業の見直しを図っていただきたいと、要望して終わりたいと思います。